はい、皆さんこんにちは。今日もバンドインナボックスのプラグインモードでマルチリフというのをうまく使ったフレーズの作り方というのをご紹介したいと思います。バージョン28になってから出てきたこのマルチリフという考え方ですけれども、これはとっても便利で、楽曲のほとんどのアレンジは DAW でやるという方にとっても、あとここのギターソロだけが欲しいなとかいうような時にとっても便利です。まず今日このシリーズの動画を初めて見てくれる方のために、簡単にバンドインナボックスでのアレンジの仕方を説明します。コード進行が入っていると、そういう風に仮定します。これはパソコンキーボードで C とか Am とか打つだけです。そして選択メニューからスタイル選択というのを選びまして、このようなスタイルピックウィンドウというのが出てきます。ここで今、ライトロックというのを選んでいます。そしてここで適当なスタイルを選択します。これを選択します。ちょっとどんな感じか聞いてみましょう。はい。まあこのように、いわゆるロックらしいロックですね。そして OK を押します。選択しましたら、あとは生成というのをやります。そしてここで、デンスタイルトラックというのを選択します。しばらくしていると、このように緑のワブというのがここにできています。こうなれば完成したことになります。これでもう曲は出来上がっています。一度聴いてみましょう。はい。こういう風に、もう完成してるわけです。コード進行があまり良くないでしたけれども、そこはご勘弁ください。そして、このようにできましたら、その新しい機能というのが、マルチリフと言います。選択メニューから、マルチリフを選びます。そうすると、先ほどのように、スタイルの選択ができますが、これは、先ほどのものとは、ちょっと違う感じです。ここでアコーディオン、アルトサックスなどありますけれども、ディストーションギターもあります。わかりやすいように、今回はサックスを入れてみたいと思います。じゃあここで、まあテンポはどんなものでもいいですけれども、ちょっとこれはブルージーと書いてますが、どうでしょうかね。ロック的なものの方がいいかもわかりませんが、まあ今日は完成品を作るわけではないですので、これを選びたいと思います。そして OK をします。すると画面の左のところが色が変わりまして、リフ1からリフ7までこんな風にできています。それではここでリフの生成をしたいと思います。カスタムメニューから全体のマルチリフというのを選びます。部分だけにリフを入れたいときは、まずこちらの方でこのように選択をしておくと、そこの部分に入れることもできます。じゃあ、この部分だけに入れてみましょう。そうしましたら、ここに選択範囲のマルチリフというのがあります。これを選びます。すると、少し時間を待てば、ここがまたワブというのと、ミディが出来上がってきます。はい、出来上がりました。一番上のトラック以外は、このようにミュートになっています。この7つのリフのバリエーションを作ってくれたということになります。じゃあこれで聞いてみましょう。先頭から聞いてみます。
そして第2パターンを聞いてみます。その時は1個目をミュートにして、そして2つ目のリフをミュートを外します。じゃあこれで、はい、3番目も聞いてみます。はい、このようにして7つの候補を出してくれたので、好きなソロを採用すればいいということになります。でも、これでもどうしても気に入らなかった場合、こちらの方にMIDIがありますので、それを使うという手もあります。MIDIをこのようにドラッグします。使うのは5小節目の C のところからですから、そこに合わします。はい。このように並べました。そうしましたら、自分の好きな、例えばピアノ、これを入れるとピアノの音で鳴ります。ちょっと聞いてみましょう。ずれていないかだけ確認をします。じゃあ再生します。はい、このようになったわけです。曲と一緒に再生するときはどうすればいいかと言いましたら、例えば F が終わった G7 のところからにしておきます。そしてわかりやすくちょっとボリュームを大きめにしておきますね。そしてこれと一緒に鳴らせばいいわけです。一旦これは切りますね。そして同期して再生するのにはこのボタンをオンにします。先ほどこちらの方でリフを入れてあった分もミュートにしておきます。じゃあこれで聞いてみましょう。サックスのフレーズでしたから、あまり合わなかったですよね。じゃあ、サックスをそれでは入れてみましょう。はい。そうしましたら、ここでプリセットを選びます。はい、アルトサックスをこのようにして選択します。そして再生をします。はい。やはりサックスのMIDIデータにはサックスの音源が合うようです。ですからアルトサックスでなくてもソプラノサックスでも合うと思います。はい。MIDIですから、フレーズが気に入らないようなことがありましたら、編集が効くわけです。例えば、まあ、こういうところですね。ヒューマナイズド的に、こうやって吹いていますので、直した方がいい部分もあります。一度16部でクオンタイズをしてみましょう。はい。これで、
クォンタイズをしましたので、これの方が聞きやすいかもわかりません。はい。このように、ちょっと後半スケール外の音もあって、僕は納得はしていないんですけれども、まあそういう風に修正も加えれるということもありまして、ソロが足りないなという風に思った時は、このような使い方ができます。まあただし僕ならそこまで時間はかけないかもわかりません。まだまだそれ以外のフレーズもありますので、ここで鳴らしてみると、もうオーディオデータをそのまま使う方がかっこいいという感じもします。ちょっとこの後半のところのリフを見てみましょう。やっぱりこちらの中での方がベロシティがいいですよね。ミディにしてしまうよりもいいですので、僕だったらもうこのまま使ってオーディオで編集するかもわかりませんね。はい。サックスにはこのように吹き上げがありますので、このまま使う場合は、やはりこのオーディオを C のところでしたね。はい。そしてどうしてもダメな場合は、ここでオーディオクォンタイズをしてですね、このように合わします。そして聞いてみましょう。こちらミュートしておきますね。はい。オーディオデータをこのようにして、どうしても気に入らない場合は、クォンタイズをしたり、動かしたりする方が、ずっと使い勝手がいいと感じました。皆さんはどう感じたでしょうか？今日は、バンドインナボックスの28というバージョンから搭載された、マルチリフというのをご紹介してみました。DAW で大方のアレンジをしている方も、リフだけ使うというのも一つの手だと思います。村長でした。